はい、アロです。お疲れさんです。はい。ついにですね、戻ってきました。はい、Z8 ですね。はい。まあ、当初ね、2週間って聞いてたんですけど、1週間ぐらいでね、戻ってきたんで、さすがニコンさんやなと、まあ、思いました。2週間の、まあ、告知よりも、まあ、半分でね、返してくれたんで、まあ、すごいね、まあ、ありがたいですね。はい。で、帰ってきたんで、もう、早々なんですけど、はい。ステッカー。はい。ラッピングフィルムっていうんですかね。はい。これをね、今日はもう Z8 に貼っていこうかなと。前回ね、Z9 に、まあ、貼って、まあ、それとね、同じ柄にはなるんですけど、今回はね、Z8 に、まあ、貼っていこうかなと思います。で、貼り終わった後に、まあ、Z9 と、まあ、Z50 にもね、以前に貼ってるんで、それをちょっとね、3台出してきて、まあ、並べてみようかなと思います。はい。それではまた、後ほど。はい、じゃあ貼っていきまーす。これがね、時間かかるよね、結構。はい。はい、ということで貼り終えました。はい、Z9 の時よりもやっぱりね、ボディがちっちゃいんで、貼る時間は Z9 よりもやっぱ早く、まあ貼り終えることができました。それでも今回も僕グリップのとこ貼らずに行ったんですけど、1時間45分ぐらい。はい。この、柄のデザインのやつだけでね。はい。そんだけはやっぱりちょっとかかってしまいましたね。1時間ぐらいで貼れるかなと思ったんですけど、全然上がんなかった。それはね、ちょっと全然貼られへんくて、もうグリップの部分も貼ってたらもっとかかんのちゃうかな。うん。あとやっぱね、30分から40分ぐらいは、まあ、このグリップの部分をまた貼るってなったら、まあ、追加でね、それぐらいかかるかなと思います。はい。ただ、このね、横の蓋の部分。ここがね、Z9 の時は同じ柄の、まあ、フィルムやったんですけど、今回ね、Z8 のやつは、グリップの、まあ、フィルムと同じデザインのやつが、まあ、貼る仕様になってたんで、ここはね、貼りました。グリップ貼ってないんですけど、ここだけは、はい、貼ろうかなと思って、貼った感じですかね。はい。で、裏面。こんな感じ。いやー、かっこいいよな、やっぱりこれ。うん。で、そこ。そこももうびっしりやもんね。そこもこうびっしりって感じですね。はい。そんなんかな。はい。そんな感じですかね。はい。そしたら、ちょっとね、僕ミラーレス、まあ、他にもラッピングしたやつがあって、それをね、ちょっと3機種並べようかなと。はい。よいしょ。うつ入るかな、全部入る？入った。よいしょ。入るかな？入ったね。OK。Z50、Z9、Z8。はい。っていう感じですね。で、Z9 と Z8 は、デザイン同じです。ここは、あえて揃えました。はい。まあ、ほんまね、変えてもよかったんですけど、9と8はね。ちょっとね、違うデザインの楽しみ方もあるかなと思ったんですけど、ちょっとね、今回はね、一緒にしたいと思ったんで、はい。8と9は同じデザインにしました。はい。で、Z50 だけが迷彩柄のやつなんで、販売してるね、メーカーさんが多分ちゃうんですよね、これだけ。はい。ただ、フィルム自体は、同じ 3M の、まあ、ロゴが入ってるフィルムやったんで、フィルム自体はまあ 3M で一緒やと思うんですけど、そのカットのデータとか、そういうので違うんかな？やっぱ販売してるメーカーさんが。はい。なんで、Z50 の場合は、このフィルムがね、当時なかったんで、カーボンとこの迷彩だけやったんで。はい。なんで僕はこのブラック迷彩にしたっていう感じなんですけど、まあ Z50 だけが、まあ違うデザインのフィルムを貼ってと。はい。いう感じですね。やっぱかっこいいな、フィルム貼ったら。はい。あとはね、どんだけちょっと持ってくれるかもわからないんですけど、まあさっき言ったようにね、3M のフィルムなんでね、そんな悪いことないんですよ、やっぱり。貼っててもめっちゃ貼りやすいし、ちょっとね、貼り直そうかなと思っても、何回かはね、こう貼り直しができるんで、はい。ただ伸びちゃうんでね、伸びてしまうとどうしようもないんで、一回剥がすときはこう、伸びないようにだけ、まあ気をつけていただけたらいいかなと。はい。いう感じです。で、こっからですよ。Z9 の時も言うてたんですけど、説明書に載ってるね、9番、10番。
Z9 の時もね、9番10番がテレコやったんですよ。その9番のところに10番貼って、10番のところに9番を貼るみたいながあったんですよ、 Z9 の時も。ほんでね、 Z8 ね、今回どうかなと思ったら Z8 もね同じでしたね。はい、あの9番のところに10番を貼らなあかんくて、10番のところに9番を貼らなあかんという感じやったんで、 Z8 のねフィルムのあのデータのあの取説も貼り付けるとこがもうテレコでこう逆になってるんで、それもね合わせてちょっとまあ気をつけていただきたいかなと、はい、思います。あのね、 Z9 の時はその切ってあるこの切り口とかがあれと思ったのに気づけたんですけど、 Z8 はあの切り口が全然なくて、ほんまにね、なんていうかな、帯状のステッカーがこう2枚あったんで、あんまりちょっと気づかずに貼ってから、あの貼り切るまでね、貼ってるあの最中にあれこれちゃうよなと思って番号確認したら9やったんで、うわこれひょっとして Z9 の時と同じじゃんと思って、確認したらやっぱ案の定ね、9と10がテレコになってた感じです。はい、なんでまあ、そんなこともあったんで、もし貼られる方はね、はい、そんなも気をつけていただきながら、はい、まあ、非常に貼りやすいフィルムなんで、貼るのはポンポンポンと貼れるとは思うんですけど、はい、貼るのうちもね、まだ剥がしやすいんで、はい、ただそれも伸びないようにだけ気をつけていただきたいのと、あと9番10番ね、はい、そこだけまあ気をつけていただけたらいいかなと、はい、いう感じで、まあ今回この辺で終わりたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。バイバイ。